お久しぶりの動画投稿となります。ちょっと前にライブ配信をテストであげたんですけれども、コメントが何も返ってこなくて、まあちょっと残念なところもあったんですけれども、まあ、視聴してくれた皆様方、本当にありがとうございました。いつかですね、またライブ配信できたらやろうかなと思っておりますので、楽しみに待っていてください。今回はですね、またアプリの紹介になります。はい。今回紹介するアプリがですね、まあ知ってる方も、まあいらっしゃると思うんですけれども、Google Duo というアプリです。このアプリは、簡単に言うとビデオ通話と音声通話ができる。まあ、iPhone とかお持ちの方ならわかると思いますけれども、標準で入ってる FaceTime の、もうちょっとすごい版みたいな感じですね。まあ何が違うかっていうと、品質が違う。そして、ユーザーをブロックできる。そして、連絡先から、そのユーザーを招待できる。招待っていうのはどういうことかというと、Google Duo をダウンロードしてないけれども、連絡先があるっていう場合は、その連絡先にメールとかでですね、Google Duo をダウンロードしてくれっていうことを、紹介できるので、そこで Google Duo の連絡先に追加できると、いったことが、まあ、違う、FaceTime との違ったことでしょうかね。はい。しかも、完全にボイスオーバーに対応してますし、そして、シンプルなので、普通の視覚障害者、それから普通の目の見える方など、そういった方も、十分簡単に使えるのではないかなというふうに思います。ぜひ皆さんもですね、Google Duo で検索していただきたいというふうに思います。ご視聴ありがとうじゃねえや。無料ですので。で、それから、登録が電話番号を入れるだけで登録できますし、Google アカウントとも連携しますので、とても登録も簡単なので、よかったら使ってみてはいかがでしょうか。チャンネル登録お願いします。それから、グッドボタン、高評価。それから、Twitter、Facebook など、Google プラスなどの SNS、サービスへの共有なども、お願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。